ということでね、瀬戸さん、今日もねちょっと外に飛び出してるんですけども、今日はね、はい、おすすめのカフェ、おすすめのカフェ、そこに行きたいと思います。おすすめの、もう近いんですか、ここから。もうすぐそこです。あ、そうなんですね、うん、行きます。いやー、もうだって夏も終わりでしょ。ちょっとその残暑にちょっと浸りたいじゃない。多分ね、これ見てる人はね、潜入映像みたいな給与明細とか、給与明細とかの画角でこれ今お送りしてますからね。ここね、アイスココア、あ、じゃあこの俺みやびコーヒー、みやびコーヒー、あったかいやつですか。うん、いや知らなかっただな。僕知らなかったですよ、ここはね。もう結構来られるんですか。いつもあっち、いつもあっち、ふかふかのほう、いつもふかふかのところでずっとちょっと塩コーしてるで、タコボするでかいポイントですね。コーヒーはやっぱなきゃダメだよね。まあそうね、タバコやっぱり。俺は後ろサインとかいっぱいある。誰のサインか分かるんですか。分かんないのか。なんかなかったの、楽しい夏の思い出。はい、夏の思い出なんかなかったの。夏の思い出ですか。うん、いや、今年の夏は僕はもうあれですからね、ちょっと今流行りのあれに、ね、ああ、そうだそうだ、それで全て終わりましたね。2週間ちょっと、8月の2週間ちょっとでかいじゃないですか。もう味治った。あ、完全に治りました。へえ、やっぱ治るもんだね。でも一時期本当怖かったですね。1週間ぐらい経っても味しないし。味ないも食ってたんじゃないの。え、味ないも食ってたんじゃない。いや、すごいだよ、豚骨ラーメンとかね。それも思い出だ。それも思い出。ちょっとあの、これね、顔映しとかないと。いや、これ本当衝撃の映像だと思いますよ。多分僕の腕しか映ってない。すみません、アイスココアの、はい、足りなかったらちょっとシロップ。あ、すみません、ありがとうございます。これです。歩いてみる。もうちょっと、あ、すみません。ミルクと白。あ、すみません。ありがとうございます。ディズニーの里みたいな。ディズニーみたいな。かわいいね。かわいいな。小物がやっぱいい感じのね。いい喫茶だね。チョコ美味しい。うまい。これで。チョココーヒー。結構ね、いい絵が撮れた。どこ映ったの。え、どこが映ったの。腕が映ったの。腕が映ったの。ねえ、きちい、お前本当にやめろよ。熱々コーヒーをつけてみた。なんで喫茶店で熱々コーヒーつけてみた。どういうね、チョコも皆さんに見せてあげてください。大きいんですよ。あ、すごい、手榴弾みたい。大きい。マーズアタックの頭。うまい。じゃあ甘いですか。コーヒーに合うようなやつですよね、多分ね。ちょっと画角を変えてみましょう。もうね、あと10分ぐらいで帰りますから。喫茶店な。瀬戸さんは今ね、そのウーバーとかやられてますから。もう東京の富裕層の家いっぱい行ってるわ今。ああ、言ってましたね。富裕層はやっぱやること違うね。そうなんですか。なんかね、どこで売ってるのってナプキン渡してくれたりね。ナプキン、紙ナプキンってこと。土砂降りで濡れたまま配達した時とか。ああ。で、それプラス見たことないブランドの水とかね。くれたりする。優しいね。優しい、やっぱ助け合いだよね。なるほどね。チップくれたりね。チップがありますよね、ウーバーイーツは。で、中野とかのシャヤのなんとか像みたいなやつはチップくれないね。ね、それはあんま言わない方がいいですよ。可愛いじゃん。
かわいいかわいい。あ、いいよ、サンリオっぽい。サンリオ、サンリオにいそうなキャラクター。そう、うん、めっちゃかわいいじゃん。デブダルマン、デブダルマン見たことあんのかね、サンリオで。デブダルマン、デブダルマンの一番口の、うん、ケロケロケロピーの横とかに見たことないでしょ。そのポムポムプリン、デブダルマン、デブデブダルマン、ポムポムプリンみたいに言うのよ。うん、やっぱりね、こういう、うるさいよ、喋んなよ、おい。何すればいいんだよ。ジャズかかってんだから喋んじゃないよ。声入ってるかどうか分かんない、これ。ジャズ、ジャズにかけされて、これどうすんのこれ。でもね、ここね、すごく気に入った。あ、気に入ったよ。雰囲気がすごくいい。意外とね、こういうちょっとレトロな喫茶店って今あんま行かないじゃん。昭和レトロって流行ってるね、今。ああ、確かに流行ってる。インスタとかで、頭とか映してないだろうね、またその薄毛みたいな。それでもう当たりてんのよ、薄毛みたいなやつ。薄毛インフレ、薄毛インフレよ。ということで行きましょうか。じゃあもう今が帰るタイミングだと。当たり前です。ということでね、うん、まあまあ、まったりとした時間が流れて、すごくね、いい喫茶店でしたけども、日常感出てて、日常感出てて、ただね、そのなぜね、お会計が全部僕が別々でってわざわざ店員さんが聞いてくれたら一緒でって、とんでもない男です。しかもそのお会計の際にね、あっちの席がいいんだよみたいな話してたら、すごく話しやすそうなね、おじいちゃんがね、話しかけてきてくれて、あの人とのくだりをもっと取りたかったです。歯一本だった。歯一本と。歯一本で大量のわかめを口に入れてた。大量のわかめと大量の焼酎をね、もう。最悪ですよ。いいシーンも撮れなければね。さらに、おごらされるっていうね、いい加減にしろよ、本当に。いやいや、まあ、今日よかったじゃない。1300円だよ、コーヒーと。こんな高いココアないよ、お前。ふざけんのもいい加減にしろよ。森永3つ買えるわ、まあ、チョコも2つあげてね、君に。ということでね、終わりです。ありがとうございました。なんだじゃあ、何もね、だいいんだよ、そのカメラワーク。何もないんだから。イケメンの男に夢中なとこも映ってないんだよ、これ。今、俺しか。映ってないところでなんかそのアクションをするね。東京挫折組です。お願いします。